東野圭吾史上最も泣ける感動作待望の実写化。最後の返事書こうかな。32年後その雑貨店に迷い込んだ3人に届く過去からの手紙。返事書きたい。あ、いいじゃん。手紙でつながる過去と現在。最後の手紙が届いた時、思いもよらぬ奇跡が動き始める。浪速雑貨店の奇跡。